フルディアは、約5億年前のカンブリア期に生息した、ラディオドンタルイの一族。くしずく型の大きな甲側を持つ、フルディア科のラディオドンタルイであり、バージェス動物群の種をはじめとして、主に北アメリカの化石産地から発見される。学名、ハーディアは、カナダのハード山にちなんでいる。タイプ種である、フルディアビクトリアの種称名、ビクトリアの由来は、 元気術に明記されていないが、おそらく前述のの洋標国立公園と万府国立公園の間にある山、マウントビクトリアに由来すると考えられる。中国語は赤いサおエビと呼ぶ。雫型の甲賀は短い熊手状の全部付属紙と多重構造の刃が特徴的なラディオドンタ類である。基地最大の全身化石標本は20センチメートル程度だが、 H ビクトリアの場合、単理した基地最大の高側の化石から本種の最大比率に合わせて換算すると、その体長は最大 30cm にも及ぶ。一方で、H トライアンギュレータは 8cm 程度の小型である。多くの化石標本が知られているが、そのほとんどが高組織であり、軟体部や全身を保存した化石は希少である。 フルディアの全部付属詞と口の位置に対する二つの解釈。それぞれ基部と前方に備わるとされる。頭部には三枚の巨大な甲側、発達した目、短い熊手状の全部付属子および放射状の甲器がある。デイリーへ通る2009とデイリーへ通る2013の復元では、全身化石の保存状態に基づいて、甲側は、 頭部の正面から突出して、内側は大きく空いており、口と全部付属詞はその基部の腹側にあると解釈された。しかしモイシャックキャロン2019の再検討によると、これは化石化の過程で変形した結果で、本属はむしろカンブロラスターやペートイアのように、頭部は大きく甲側に包まれ、口と全部付属詞はもともとその前端近くにあった。 可能性の方が高い。甲側と、メタの多くのフルディア化のラディオドンタルイと同様、頭部を包んだ3枚の甲側は大きく発達している。甲側の表面はしばしば網目状の構造体が見られ、背側の甲側は、雫形で体長の3分の1を超えるほど長く、左右の甲側は不規則な形で、個体や化石での保存状態によって、形がやや異なった場合がある。 左右の甲側は、くちばしに似た全髪型の都市粒を介して連結する。これらの甲側の後端の境目は、合わせて、太い目柄を囲むくぼみとなり、発達した副眼はそこから上向きに突き出している。全部付属詩フルディアの全部付属詩グッチの前方にある、一体の全部付属詩は短い熊出以上で、かぶ直後の五節の施設は、 腹足に5本の発達したブレード状の内突起を持つ。これらの内突起の前縁は、長さが不均一で頑丈な分岐が並んでおり、それぞれの分岐の先端は、針状に曲がり返す。内突起は内側に向かって湾曲したため、左右の全部付属紙は、合わせると物を囲める、カゴのような構造になると考えられる。束部は前に傾いて突き出した1本の針状のうち、 突起がある。残り先端数節の施設は対価的で、そのうち前の2節は目立たないブレード状の内突起があり、先端の施設は上向きに湾曲した1本の爪である。口とハフルディアの口と歯、オーラルコーンと呼ばれる後期は典型的な十字放射状で、32枚の歯のうち十字方向に、ある4枚の歯は最も発達していた。開口部の奥には、 さらに4セットの巨子状の歯が十字方向に配置され、口の奥まで5層ほど繰り返している。このような多重構造は、咽頭の歯に由来と思われ、知られる、ラディオドンタルの中では、本属とカンブロラスターのみに見られる特徴である。断面は楕円型で、上下に扁平とされる多くのラディオドンタルとは異なり、フルディアの胴部は、厚みのある円柱状であったと考えられる。 頭部は7から9つの動節からなり、動節ごとに、エラと思われる、串状構造とヒレが、体になって配置される。セチルブレイズは、動節の大部分を覆うほど発達だが、ヒレは丸みを帯びた三角形で動節の横幅より、短く、表面には平行の脈が密生している。後方の動節ほど幅狭くなるが、カンブロラスターや、ペートイアに比べると、 前後の幅の変化は、控えめめである。ビブには一つい小さなのおひれでできた汚線がある。頭部の全般、いわゆる頭部に覆われる、首の部分には3から4体の対価的なセチル、ブレードを持つが、性格の配置や、対価的なヒレと共に並んでいるかは不明。2009年と2015年以降の見解に基づいた、フルディアの全身復元図。 それぞれのヒレとセチル・ブレイズの配置が異なる。デイリー・エトール2009とデイリー・エトール2013による復元では、ヒレはほぼ垂直で同説ごとに一体のみあり、セチル・ブレイズがその外縁に沿ってつながると考えられた。しかしファン、ロイエトール2015の再検討以降では、セチル・ブレードはむしろ他のラディオドンタルイのように、角同節の配則を多い。 エイギロカシスとペートヤのように、同節ごとに、配腹2体のヒレを持つことが判明した。フルディアの全部付属詞の可動域と動作予想他の、多くのフルディア科のラディオドンタルイと、同様、フルディアは堆積物を振い分ける、定性生物食者であり、熊手状の全部付属詞で海底の堆積物から、あらゆる定性生物を振い分けて捕食したと、考えられる。 柔軟な遊泳性動物を主食にしたとされる、アノマロカリスカやアンプレクトベルアカの種類とは異なり、フルディアは、ペートイアと同様、両手のように機能した、全部付属詞と発達した歯により、硬質の低生性動物を捕食できたと考えられる。ただし、ペートイアに比べて、フルディアの全部付属詞はより貧弱で、石管膜も幅狭かったため、 やや小型の餌を主食にしたと考えられる。巨大な甲側は、海底の獲物を逃がさずに上から囲み、全部付属子と合わせて、獲物を確保するのに用いられたと考えられる。他の多くのフルディア科の種類に似て、フルディアは丈夫な体型と短いヒレにより、穏やかに遊園し、機動性は発達したヒレを持つ種類より低かったと考えられる。なお、フルディアの甲側は種ごとに、 形が大きく異なり、h ビクトリアの甲側は、外洋性のロカ接触者とされるエイギロカシスのように、横幅が狭く、h トライアンギュレータの甲側は、UA 訂正性とされるカンブロラスターのように、横幅が広い。このことに踏まえて、フルディアの中で、h ビクトリアはより外洋性、h トライアンギュレータは、より訂正 UA 性に適したという説が提唱された。 しかしフルディアの全部付属子は、どの種も、前述の通り、堆積物から餌を取るのに適した形であるため、フルディアは、どの種も、遊泳定生成で、甲側の形の文化はむしろ別の要因に関与するではないかという説もある。北、アメリカを中心として、フルディアは三つの大陸に及ぶほど広い分布域を持つとされる。 本属の中で、h ビクトリアと h t ライアン g u l a t は2種とも、カナダブリティッシュ・コロンビア州のバージェス決眼で、化石標本が見つかり、特に前者の分布域は、アメリカ・ユタ州のスペンス・シェールまでにも及ぶ。その他、中国コキタ省のキング・ジェイ・アング・ビオタ、アメリカ・ネバダ州のピオッシュ・シェールとユタ州のウィーラー・シェール、及び、チェコのジンス・フォーメーションにも、 本属由来の化石標本が発見されている。不確実の記録まで範囲を広げると、中国古北省のシュジングトとフォーメーションとモロッコのフェズータフォーメーションからにも、本属由来の可能性を持つ、甲側の化石標本が発見される。また、本属は一時期では、アメリカユータ州のウィーラー・シェールと、マジムフォーメーションに分布する未明名種があるとされて、きたが、 該当する化石標本はいずれも後に別属の種として区別されるようになった。ラディオドンタ類の中でフルディアはフルディアカの模式属である。いくつかの系統解析によると、本家の中で本属はペートヤやエイギロカシスなどより派生的でカンブロラスターなどより基盤的であったとされる。フルディアの中で正式に命名がなされ、独立種として 広く認められるのは以下の2種のみである。この2種はほとんどの特徴が共通しており、配属の鉱側のみ、明確に異なる。研究段階の2013年から2020年にかけて本属の未命名種と同定された化石標本 18, という18,056.34と BPM1,108 は正式の命名がなされるペーツへ通る2021 では別属であるブッカスピーネアの種バッカスピニアキュペライとして区別された。同じくバージェス動物群のラディオドンタルであるアノマロカリスやペートヤと同様フルディアも複雑な発見誌を持つ。1910年代の発見をはじめとして体の各部位は長らく無関係の別生物と思われラディオドンタルとして全身が判明したのは二千九年以降である。 それ以降でも他のラディオドンタルイトの構造の混同を判明し、いくつかの特徴の復元を更新され続けていた。ウォルコット1911ビットによるペートイア、フルディア、および未命名種 CF パトイアの全部付属詞の化石標本。これらは当時では、すべてがシドネア由来の付属詞とご解釈された。ウォルコット1912に命名された。 H. ビクトリアと H. トライアングュレータのそれぞれの模式標本最初期に見つかったのは単理した配属の甲側と全部付属詞で前者はウォルコット1912によって所属不明の節足動物の廃校と考えられてフルディアと命名されたこの学名は全身が解明される以降の本属全体を示すものとなる全部付属詞と歯は 直前のオルコット 1911A に記載されたが、当時は両方とも、ペートヤのものとの区別がなされておらず、全部付属紙は、シドネア由来の付属紙と誤解され、刃は、クラゲと考えられて、ペートヤに含まれた。一方で、左右の甲側、P エレメントは、パーバンティアのものとの区別がなされておらず、共に、ロールフ1962に、この早火の廃坑と解釈され、 プロボシカリスとしてまとめられた。本属の単理した道具は、ウィロテンブリッグス1985で、ラディオドンタ類として記載されていたが、ペートや由来と解釈された。こうして、フルディアは一世紀ほども体の各部位が別生物扱いされてきたが、デイリーへ通る2009で、ようやく全身化石が正式に記載がなされ、アノマロカリスや、 ペートイアとは別のラディオドンタ類であることが解明された。しかしこの時点では他のラディオドンタ類のものと混同される部分がまだ残っている。デイリーベルジェストラム2012は本属の口にある多重構造はペートイアとアノマロカリスに見当たらない特徴であることを判明した。デイリーへ通る2013は100個以上の化石標本を分析し、 デイリー・エトール2009の復元をほぼ踏襲しつつも、ペートイアと本属の全部付属詞の相違点を明らかにした。ファン、ロイ・エトール2015では、本属の角動説は配側に対価的な比例があると示された。デイリー・エトール2013に本属由来とみなされた一部の左右の効果は、レロジー・オブラールペーツ2018によって、 ハーバンティアのものであると判明した。AB 本族由来の可能性があり、オルドビス記前期に及ぶ化石記録が知られている。次の客中及び本文参照。ありがとうございます。